こんにちはです。こんにちは。今日は高桃さん運転です。イエイ。どうですか、チャンスか。あのね、怖い。まだちゃんめちゃめちゃ軽いんすよ。いや、ブレーキアクセル超むずいっすよね、これね。これウインカーがしかも逆だから、そう余計に怖い。我々が生きて帰れるように頑張っていただきたいと思います。そしてですね、今日は前回の質問コーナーがいっぱい残ってるので、それの続きをお答えしていこうかなって思ったんですけど、もうちょっとでチャンネルが20万人なんですよ、実は。で、チャンズ始まってからも多分5万人ぐらいは増えているすごいので、チャンズなんやねんっていうのも若干あるのかなというふうに思ってまして、それぞれ何やってる人なのかというのと、何やってきた人なのかっていうのを改めてちょっと皆さんに自己紹介しようじゃないかというふうな企画になっております。まず、僕がこのシャンズっていうグループを作りたいって思ったきっかけは、2年半、身だしなみの情報を発信する中 でも身だしなみって僕だけのもんじゃないなって思って、俺の一人呼ばりになってはいけない部分で、身だしなみって なんだろうな、こう TPO に合わせた服とか髪とか、そういったものだと思うんですけど、ちょっとしたクリエイティブな部分もあるじゃないですか。まあ基本的にはロジカルに誰でも簡単にできるよっていうのを俺は伝えたいんだけど、ちょっとこうその人の個性とかクリエイティブの部分もあると思っていて、そういった中で、いろんな人の意見を聞きたいなとか、いろんな人の意見をなんか交えて発信したいなって思った時に、いろんな専門家、どこかの界隈に属してる人を巻き込んでやったら面白いのではということで、アパレルの方、モデルの方、美容師の方っていうので、同じ世代の、まあでも言うてメディアなんで、似た者同士が集まった方が、まあ色はあるかなって自分の価値観に似てそうな人を集めてやりたいなと思って3人をお誘いさせていただいたという感じでございます。いろんな人の価値観をそこで、そうですね。でもマジでやってよかったなって本当思ってて、なんか多分このまま行ってたらすごく硬いチャンネルになってたなって。そう、なんかどんどんアートの部分とかクリエイティブの部分がなくなってた気がするので、はい、その4人とやることによってなんかファッション異常に好きになったし、あ、こういう価値観あるんだねっていう、なんかこうね、考え方の広がりにもなったんで、ありがとうございます。いや、おっす。ということで、それぞれの自己紹介をしていきたいと思います。誰かいきますか？これは別にいいか、まあ、まあ別にいいじゃないですか。これは別にいいか。ちょっとでも運転に慣れてもらわなきゃいけないんで。そうですね、はい、まずじゃあ最初は加藤くんからいきます。最近切り込み隊長。切り込み隊長確かに加藤くん。加藤くんは普段は何をやってる人ですか？今エサさんのレタッチの会社のシークで働いてます。何やってるんですか？最近ね、僕ライティングやってるんですよ。そうなんです。へえ。加藤くんライターになったんですか？はい。あ、照明じゃなくて、そう、あのエディターというか、そう、書くの。そうです、そうです。へえ。照明だったらめっちゃ。今我々のメディアを作ってるんですけど、加藤くんこれ今入社して1年ぐらい経ってるんですけど、4回ぐらい移動してるんですよ。そんなに？そう。いろいろやってて。変幻自在です。そう。もう最後かな？移動最後かなっていう。のでライティングをやってもらったらうまいっす。うーん、意外と書けちゃってっていう。素晴らしい。自分の文才があるんだ。昨日、加藤くんってもともとライティングやってたの、これってなんかセンスとかなのって言ったら、あ、はい、センスっすねって。うわ、ちょっとそれ鼻につくな。加藤くんは今の会社の前は、前は僕はちょっと学生期間長かったんで、もともと6年あったのと、何になってたんですか？薬学部行ってたんで。薬学部、はい、これ萌えポイントじゃないですか。うん、薬学部ギャップです。ギャップ萌え。休学中は言える範囲で、休学中は事務所に入ってました。お、芸能事務所。芸能人だったわけですね。芸能人の卵でしたね。なるほど。その時は何を？仕事は僕はその時にちょっとフレギアでバイトしてたんですよね。はいはいはい、はい、とフレギアとラーメン屋掛け持ちしてて、
はい、ラーメン屋、はい、実は古着屋はどこでやってたんだっけ。古着屋は下北 の平坦出し張りっていう古着屋でその期間ずっとやってて、有名ですね、はい、じゃあ古着屋をと、ラーメン屋をやりながら、はいはい、俳優の卵として芸能事務所に所属して、はい、所属してました、ね、やってましたと、はい、辞めるきっかけっていうか、辞めるきっかけは単純にやっぱりその学業も中途半端だったんで。そっか、はい、学校にも行ってるわけか。そうです、そうです、休学だったんで。なんか僕そこまで振り切れる勇気がなかったんですよ。ここで退学して、はいはい、芸能一本で行くみたいな。なるほどね。勇気もなかったし、でフリーにモデルになったと。そうですね、うん、じゃあ今も、まあ、飼育者で働きながらフリーでモデルをやってると。そうですね、仕事が入った時に、はい、やってます。あと個人の YouTube のチャンネルも多分これ配信される頃にも、はい、お1回目が。お、何？何？何？何のチャンネル？まあちょっとざっくり言うと猫と趣味のチャンネルです。僕はめちゃくちゃサブカルそうな。サブカルですもう感じですね。そしてじゃあ堀さん。はい。堀さんは現在は？僕は今は原宿をメインで展開しているフィフスっていう美容室の総店長をやってます。かっこいい。総店長ってかっこいい。一応堀さんがこの中では最年少。最年少ですね。お、加藤さんと1個差ですけども、うん、僕は93年で、僕は92年、現在28歳です。29の代かな。19の代です。じゃあ普段はもうずっと美容師を、はい、今はそうですね、バリバリ毎日サロンワークを やらせてもらってます。え、総店長の仕事って髪を切るとか以外だと何があるんですか。スタッフのマネージメントしたりとか、あ、技術を教えたりってことですか。あと人事とか採用、採用担当とか。大変やな。そうしよう。美容室ってそんなになんていうんですかね、会社として一般企業みたいにいろんな部で分かれてたりしないんで、うん、全部掛け持ってやるみたいな感じですね。なるほどね。 PR とかもやるし。その中で一番大変な仕事なんですか。でも今やっぱそれの比重が一番大きいのはサロンワークですかね。まあそうだよね。だって堀さん一日何人ぐらい切ってんの多いと思う。平均で20人ぐらい。20人ってマジでやばいっすよ。フルマラソンぐらいな感じ。一日で20人っすよね。しかも20人切るだけじゃないですか、うん、会話してカウンセリングして、うんうん、仕上げて写真撮ったりもしてるから。そっかそっか。もう意味わかんないんですよ。あと動画も撮ってますもんね、うん、そうなんかリール用とかで。だからやっぱ人生ほぼ髪切ってる時間とか長いから、でもその中でなんかこう美容師で楽しい瞬間とかどういう時ですか。長く通ってくれてるお客さんとかが、うん、もう他に行けないですって言ってくれる時とか、あ、なんか美容師冥利に尽きるなと思います。なるほどね。その人の生活の一部に慣れてるから。でもまあそうだよね、月1回とか来るとね、すごいポジションだよね。仲のいい友達よりありますからね。合うよね。確かに。もちろん初めましてのお客さんが来てくれた時もあるし、遠方からわざわざ僕を指名して来てくれた時とか、やっぱ結構嬉しいですね。北は北海道、南は沖縄みたいな、そういう感じのノリなんですか。国内だと。あ、国外もある。海外の方も。へぇー。いるんだ。すごいね。アメリカから年一で来るって。へぇ。普段の会話で一番多い内容何なんですか。やっぱ髪の毛のことをメインで話しますけど。あ、そう。プライベート系だと、やっぱファッションですかね。ああ。ちなみにちょっと過去の話を聞くと、堀さんは今のフィフスが1社目2社目ですか。2社目か。アシスタントの時は別のサロンにいたんでしたっけ。そうです、表参道のサロンにいましたね。そっかそっか。アシスタント時代は結構なんかどぎつい感じだったんですか。でもなんかそんなにゴリゴリに体育会系みたいなサロンじゃなかったんで。あ、そうだな。それは恵まれてるな。逆にそれが嫌で、なるほどね。未来を感じなくて、なるほど、会社を変えたいなって思ってうちに入ったんですよ。未来で輝く姿が見えないなって。あ、でもまあそのイメージって大事ですよね。結構ね、引き寄せちゃうから。確かに確かに。で、今ねマーケティングの責任者のキムさんっていう方に誘われてうちに入社したんですけど、そっから4年でもポンポンポンって感じで。
で総店長まで行くと。総店長まで。すげえ。サクセスストーリーや。素晴らしい。じゃあ僕行こうかな。やっぱりこれも高橋さん最後ですね。いや謎多いから謎多いから。確かに。いろんなメディアにも出てるし、チャンネル開設してから結構もう経ってますもんね、変な話。そうっすね、YouTube 始めてから3年ぐらい経ちますね。まあ言うて僕も美容師ですからね、もともとは。意外と知らない人多いんじゃないですか。そうなのかもしれないですね、うん、一応美容師13年目、12年目か。僕もね、原宿の美容室で店長をやっていたんですけど、3年前に辞め、まあ、いろいろあって辞めまあ正直その YouTube をやってこういう風になるとは全く思ってなかったんですけど、まあいろいろ独立したんで、なんかこう企業願望があって、いろんなサービスをやろうと思って人を集めたりとかいろいろする中で、この YouTube がたまたまこう皆さんのね目に触れる機会が多くて、まあ視聴者の皆さんに恵まれてここまで来たっていう感じですね。エントさんが企業願望を持ったきっかけ、起業したいなと思った、起業したいと思ったきっかけは、なんか堀さんもそうだと思うんですけど、なんかお客さんで多い職業みたいなのありません？ありますね。なんかこのスタイリストはこういうお客さんが多いってあるんですけど、僕 IT 広告系が多かったんですよ、お客さん。やっぱ美容師って職人の世界なんで、かっこいいかわいいで全てを判断するわけですよ、あの箱の中だと。かっこいいを作るために一生懸命やってるんですけど、やっぱなんか IT とかそういう広告系の人とかってなんか別のクリエイティブがあるというか、なんか裏付けにロジックがあって、この企業を伸ばすためにこういうクリエイティブを作ってこう伸ばすみたいな、こう論理的な思考がすげえかっこいいなって思ったんですよ。はいはいはい。で、僕もこれやりたいみたいなので、美容室を辞めた時に、例えばメディアをやったりとか、まあ、ちょっとこうアプリを作ろうとしたりとか、まあ、いろいろ仲間集めてやろうとした中で、まあ、YouTube も一種の起業じゃないですか。間違いない。で、一種のマーケティングだし、一種の広告なんで、まあ、YouTube もやろうっていうので、まあ、そのいろいろ挑戦して失敗した中の一つが YouTube だったって感じです。きっかけとしては本当にそこですね。お客さんから影響を受けることはめちゃくちゃ多いですね。それこそ起業に至ったきっかけをくれた人は、僕も今履いている OAO っていうスニーカーの代表の板垣さん。彼と起業のタイミングほぼ一緒なんですけど、やっぱ彼も学生のうちからいろんなサービスやってて、すごい優秀で刺激もらってたんで、で、ある時飲み会に行って、まあ、もう一人いたんですけど、いや、エイトさんすごいアイディアいっぱいあるし、やりたいこといっぱいあるのに、なんで今の美容室でなんかこうね、社長の下でこう言うこと聞いて働いてんすかみたいな、単純に不思議ですみたいな、なんで挑戦しないんですかみたいな感じで煽りますね。煽られて、ちょっと俺半べそかいて、で、1ヶ月か2ヶ月ぐらいに、いや俺やっぱ独立するわって言ったら、実は僕も独立しようと思ってたって、だから資金調達とかの時もめちゃくちゃいろいろ教えてもらったりとかして、なんで今でも僕は OAO 大ファンだし、もう彼のファンでもあるって感じですね。いやいや、人生の先輩じゃないけど。そうっすね、年下なんですけどね。そっか。マジ関係ですね、優秀な人多すぎません？めちゃめちゃ思いますよ。今の20代前半とか超リスペクトしますもん。すごいね、すごい優秀な人。 Z 世代、僕らゆとり世代。ゆとり世代。Z 世代の人たちって生まれて育つ段階の時点でもういろんな情報が山盛りあるわけじゃないですか。携帯もスマホだったわけじゃないですか。ね、気づいたらスマホっすもんね。入りがスマホだからガラケーとかも絶対
ら知らないだろうし、入りが SNS ですよね。そう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 、前のね。いやー、なんでまあちょっとね、ちょっとレベルが違うなと思いつつ、僕らもミレニアル世代として頑張っていきたいなというふうに思っております。いやなナイトでしたということで、ちょっと謎を紐解いていこうということで、高浜先生、僕ですか。はい、どこから話しましょうかね。高浜さんはじゃあ、はい、多分視聴者さんも皆さんが一番思ってるのは、うん、普段何やってんのみたいなところだと思うんですけど。確かに僕ほんといろんなところでも自分のことはあんま話さないというか、うん、聞かれないと話さないタイプなので、うん、あと聞かれてもあんまり言わないタイプなので、ちょっと誰やねんお前っていう人多いと思うんですけど、あ、じゃあ今やってる仕事を言うと、はい、まあ会社には属してて、うん、動画にまつわることをしてるっていう、はい、何系の会社？まあアパレルですね、うん、でそこでまあ、動画に出演したりとか、はい、まあ、見てる方はもう多分ご存知の人もいると思うんですけど、僕も見てますよ。ありがとうございますでそこで実は企画もしてたりとか、まあ、当然出演もしていて、まあ、メインはそこですね。結構じゃあもうそこのプラットフォームっていうかは全部管轄してるっていうことですか。そうですね、企画立てて、うん、人アサインして出演もして編集もちょろっとやってます。あ、結構大変っすね。めちゃくちゃ大変っすよね。一からゼロまでこうやって、そう、結構ね、なんかやることが多いんですけど。でも高浜さんって結構なんかあれですよね、その、うん、そこの仕事もありつつやっぱ子が立ってるから、うん、いろんな仕事してるイメージはあるんですけど、うんうん、個人でも YouTube やってるんですけど、うん、最近なんか去年ぐらいかな、うん、からYouTube を介して、はい、PR というか、うんうん、なんかこういう仕事あるんですけどどうですかみたいなお話をいただいて、うん、で引き受けてなんかやるとかもあるし、それが YouTube だけじゃなくて、うん、インスタ経由でもあったりするんですよ。そうっすよね。そう、そなんかそういうなんだろうな、なんかでもあんまり肩書きを決めたくないというか、いろいろやってるんで、なんですかね、職業とかも職業一応公に言わないとというか、載せなきゃいけない場合は今はファッションフィルムクリエイターって言ってる。かっこいい。誰も名乗ってる人いないし、なファッションキュレーターとかインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか、うん、ファッションディレクターとか、うん、じゃなくてなんかそういうものじゃない表現にするってなった時に何がいいかなと思って相方と相談して。なるほど。 YouTube のでもまあ確かにそうっすよねフィルム通してこうファッションを世の中に発信してくるみたいな感じなんですかね。そうですね。でしかもたまに言ってるんですけど、ファッションって今服だけじゃなくて家具とか、いや本当そうっすよ ね、フードとか、うん、場所とか、なんかもうファッションの概念がすごく広くなってるんで、まあそれならばもうファッションでやるっていう括りでやってますね、うんうん、高浜さんは今のその動画にまつわることをやる前みたいのは仕事的には一番最初は、本当に一番最初は年賀状のを届ける郵便局でバイトみたいなのやってて、一番最初ですね、本当に一番最初、最初の最初、そうなんかやってるじゃないですか、一時的に募集してて、はいはい、それやってて、でその後、今飲食だったりとか、はいはい、あと古着屋さんもそうだし、あれか、メッセンジャーやったりとか。あ、メッセンジャーめちゃくちゃイメージできないんですけど。バイク便ですね、要は。あ、バイク？そう。あ、チャリじゃなくて。チャリじゃなくてバイクですね。そう。それってバイク乗れるってことですか？はい、二輪免許持ってるんで。へえ、かっこよ。なんか絵になるな。いや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 。で、
まあ、でもいろんな道も覚えられたし土地感が少し分かるようになったんでっていうのと、なんかその土地土地の美味しいご飯を食べれたりとか、はいはい、あの楽しみはあったんで、はいはい、まあでも無駄なことはなかったですね。じゃあいろいろ経て今なんですね。うん、秋っぽいんだと思います多分。逆に今後は何かあるんですか、やりたいこととか。近いとこだとなんかこういう人とこういうものを作りたいとか、うん、こういうことをしたいみたいのはあるんですけど、はいはいはい、なんかそこはまだ構想中なんで、なるほどなるほど、ちょっと秘密にしとこうかなって思ってて。やっぱものづくりはしたいっすね。うん、したいっすね。僕はデザイナーじゃないんでっていうのと、あのファッションの学校も行ってないから、うんうん、あの専門的な知識はもう持ちや持ちやみたいな感じで。いやでもその考え方マジで正しいっすよね。何でもかんでもね、うん、やろうと思えばやれちゃうから。そう、中途半端なものを作ってね、あれってなるより持ちや持ちやの方がいいっすよね。でそれで例えば自分だけでほぼ完結して作ったものが中途半端だったら一番自分が納得できないから、だったら初めから作れる人にお願いしてやった方が、うん、まあ、お互い納得できるものが作りやすいだろうし、うん、誰かと何かをしたいっていうか、うん、意外っすよね。えなんか僕そこ結構あの高山さんと出会ってから意外な部分だったあ、一匹狼的な。そう、あなんかこうあんまり共存しないタイプはいはいはい、俺は俺だっていうタイプかと思いきや、うん、いやでもそういう部分もあるんだけど、うん、結構なんかね、ね、いやだから僕いまだにシャンズを1年ぐらい経ちますけど、うん、ずっといてくれてんのはすごい不思議なんですよえ、なに、やめると思ってたの。やめるというか、まあ 2,3 発ぐらいやって、はいはい、あ、じゃああいつありがとうございましたみたいな機会あったらやりましょうよみたいな感じかと思ってた。そんな可能性あった。いやだからありがとうございます。いや僕多分でも一回仲良くなると情をかけるタイプだと思うんですよ。ああ、なるほどなるほど、うん、だから興味ない人にはとことん興味ないですあーでもね多分ねみんなそうだと思います僕ら。そうか、うん、まあでもシャンズはもう固定メンバーで。あーだす、何どうぞ。何どうぞ。何どうぞです。皆さんも含めお願いしますって感じですかね。そのとこすか。うん、結構あれじゃないですか、シャンズの由来だけあっ、シャンズの由来は、うん、マジで言いたくないんですけどあんまりかっこいい名前がすごい苦手で、この年になると ね、 ね、なんかすごいフランス語とか使っちゃうのとかちょっと恥ずかしいなと思って、なんかちょっとなんか照れ隠しでダサい名前を使うみたいな感じで、うん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 、ひらがなでシャンズで 最初は僕モーニング娘。好きだったんで、あのちゃんと丸つけてたんですよ、シャンズ丸。確かにそうですよね。そうだ、まあ、でもいつの間にかちょっと面倒くさくてやめちゃいました聞いてましたね、確かにで、シャンズは、オシャンティーズの略ですだそうです。すいませんでしたということで、はい、はい、皆さんの過去を、現在深掘りできたということで、今後もシャンズの動画見ていただければと思います。だいたいもう1年ぐらい経ったんで結構ね、あの、はいはい、プレイリストにね、いろいろ溜まってきてるんで、うん、あの過去の動画からね、見ていただけるとなんかこう、どんどん喋るようになってきたりとか、4人がどんどん仲良くなってる感がね、見れると思います。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは今日はセカストに来たので、次回の動画はセカストディグでございます。楽しみに。それではまた。